ったなって。なんだろう、卵みたいな。本当だ、鉄の卵。ハハ、よくわからんが、でかしたぞ、ベイン。見たことのない物質だ。早く持って帰ろう。温めたら何か出てきたりして。待ちな、そいつは置いてってもらおうか。おお、三下コンビではないか。久しぶりだな。三下だ。誰が先輩、この方たちは。ただのやられキャラだ。名前を覚える必要もなかろう。この言うにこと書いて。とにかくその卵は俺たちがもらっていく。ごめんなさいね、この人あなたたちの邪魔するのが生きがいみたいで。ひとごとみたいに言うな。今回は乗り気じゃないのよね。頼まれたわけでもないし。なら俺一人でやる。お前は帰れ。あらあら、拗ねちゃって可愛いんだから。か可愛いとか言うな。あの、夫婦漫才ならよそでやってくんない？夫婦だ。ああ、もうどんどん話が変な方向に。とにかく力ずくでもいただいていくからな。
お前はもう少し悔しがれ。クソ、覚えてろよ。捨てゼリフまで完璧なやられキャラだ。結局何しに来たんだろう、あの人たち。無駄な時間を使いましたね。早くアトリエに戻りましょう。無駄な時間って、何気に言うね。けど、なんだろうね、これ。壺でしょうか。金属のようですけど。やはり、ちゃんとした自由研究を用意した方が。心配するな。どこからどう見ても超古代文明の品ではないか。それっぽいといえばそれっぽいけど、ねえ。このまま提出しても、ただの置物だし。うるさい奴ら、めどれ貸してみろ。ギシッギシッ。何を。こういうのはショックを与えると動くな。無理無理。ダメですよ。壊れちゃったら元も子もないですし。壊れたらまた拾ってくればいいではないか。やだよ、めんどくさい。あれ、今動いたような気がするけど。え、本当か。はい、確かに震えて。ついに目覚めの時が来たか。あれからどれほどの時が流れたか。この星に漂着し、身動きが取れなくなってから早2000宇宙時間だが、ついに、ついにこの時が。母星からの救援が来たのではないのか。しかも、多星の生物と接触してしまうなんて。宇
宇宙法に照らせば極刑は必至。こうなったらこいつらを消すしか。耐えているな、下等生物どもめ。だが手遅れだ。くらえ。む、壊れている。いかん、兵器のほとんどが。敵というのであれば容赦せん。たとえそれが自由研究の課題だとしても。このままでは。そうだ、通訳機能は第三辺境惑星言語は、あ、これか。毎度。ん？喋った。言葉、わかるの？わかる。僕。
が進んでる。そういえば入学の手続きとか済んでるんだよ。手続き？やっぱりまだだよ。電話急げな。最高権力者を脅せば一発だ。つまり彼がこの学園に入学したいと。そうだ、さっさと許可を出せ。いや、そう言われてもだね、いろいろと厳しい入学審査があって。証明するものとか。それなら頭についてる玉？赤い玉は王族のみ装着が許される高貴な証。王族？そうだったのか。一体どこの王族なのかね。それはどこか適当な地名を。ワイハ。ワイハ、そんなのとこあったかな。仮にも工場ともあろうものが知らんのか。いや、ちょっとどうするよ。ああ、ワイハね。うん、若い頃はよく行ったよ。先輩、ワイハって言った。そうだろう、あそこはいい国だな。そうですね、夏は涼しくて冬は暖かくて。そうそう、食べ物が美味しいんだよね。おお、君たちも行ったことあるのかね。いいよね、ワイハ。うまく大派の王族なら問題なしだ。うん、よし、君の入学を許可しよう。全てよしだ。遺跡から発掘されたムーペは僕たちの仲間になった。本当は自由研究として提出されるはずだったのに。このアトリエにはいろんな人がいるけど、なんというか、飛び抜けて個性的な人だと思う。
果たして彼は何者なのか、一体どこから来たのか。この時の僕らはまだ知る由もなかった。こんな山奥に引っ込んで何を始めるのかと思ったら正気なの？もちろんさ、もう他にやるべきことなど思いつかない。そう、まあ応援してるわ。でも楽しみね、あなたに子供ができるなんて。子供？そう言えなくもないか。生まれたら名前はどうするの？そうだな、自由研究とかであまり休みって感じもしなかったけどね。課題か、今日からまた授業で課題が出るのも。だらけてないで、シャキッとしてください。そうそう、もうすぐ学園祭もあるし元気出そう。散々だったわね、ピロちゃんがロクシス君に誘拐されて。誘拐？ロクシス先輩、なんてことを。私がやったわけじゃない。そうだ、学園祭のことなら少しだけ噂を耳にした。おお、何？何をやるの？詳しくは知らないが、二人一組で錬金術に関する問題に答えていたらしい。クイズか、それなら私でも参加できそう。誰と一緒に出ようかな。学園祭までにゆっくり考えればいいんじゃないかな。それもそうだね、ちょっと楽しみになってきたかも。やる気が出たところで頑張って課題をこなしましょう。課題か、めんどくさ。急にやる気をなくさないでください。見ろ、上々の出来だろ。